ご視聴いただき誠にありがとうございます。愛媛大学の稲葉です。メイン部分は約5分で完結します。どうぞ気楽にご視聴ください。湖面に鏡のように映った逆さ富士。このイメージをまず頭に残しつつ講義に臨みましょう。この講義の重要なキーワードは鏡面像です。鏡面像があれば心筋梗塞。まず単純な思考回路を作成しましょう。心電図は単純なパターン認識です。ただし、心電図だけでは答えの扉はなかなか開きません。その心電図が持っている年齢、性別、症状などのストーリーがとても重要です。一例示します。画像だけではぼやけて答えに確信が持てないでしょう。しかし、このストーリーがあることによってどうでしょうか。心電図パターンはエッフェル塔、テント状、ティーハ、二段認証で高カリウム結晶が確信を持って導き出せるのです。心臓の解剖や PQRST、心電図の波形はこのスライドで確認しておいてください。この講義の中心は ST 上昇です。この講義に限らず、胸部誘導、主誘導と電極の位置は極めて重要です。電極を自分の目と置き換えるイメージを常に持ってください。向かってくる電気を上向きに、遠ざかる電気を下向きに捉えたのが心電図です。心電図は2次元ですが、センサーである電極、目で心臓の電気的活動を3次元的に監視しています。心臓の後ろ側は後壁にはセンサーがありません。ので手薄ですよね。重粒度心電図の弱点を知っておくことも重要です。さて、ここからがいよいよ本題です。約5分で一気にいきますので、ぜひ繰り返しご視聴ください。まずは二段認証を示した単語帳です。パターンを入れてしまいましょう。 ST 上昇を認める代表的な疾患はこの3つです。共通が共通の症状であり、その鑑別が実臨床で非常に大切になります。まずは心筋梗塞です。60代男性に多く、持続性の共通で鏡面像ありです。次に急性心膜炎の特徴です。ウイルスの先行感染、変動する共通、鏡面像なしで TP 加工がおすすめです。最後にタコツボ症候群です。浄土ストレスで発症し、これも鏡面像がなく、 V1 で ST 上昇がなしがおすすめです。それでは次に疾患の知識を簡単に入れていきましょう。急性心筋梗塞は肝気圏因子が関与し、冠動脈が閉塞することによって持続性の共通が生じます。タコツボ症候群は高齢女性に高発し、身内の不幸などの浄土ストレスによって心臓の先、心線部が動かなくなるため、タコツボのようになります。孫が生まれたなどのハッピーエピソードでもなることを押さえておきましょう。急性心膜炎は風邪などのウイルスの先行感染が重要です。最近ではコロナでもなりますね。呼吸や体位によって変動する共通は膜の刺激症状として非常に役立つ所見です。炎症によって心嚢液が潮流してくることもあります。残り3分、鏡面像に行きましょう。高速部位では内側から外側に向かって異常な電気が流れます。右側から見れば異常な電気が近づいてくるので ST は上昇し、反対側から見れば遠ざかるので ST が低下します。これが鏡面像です。心筋梗塞のように極材がなければ成り立ちません。この図も頭にインプットしておきましょう。大雑把に心臓の前側は左前下格子、左側面は左回旋し、下側は右冠動脈が栄養します。それぞれの冠動脈に対応する重粒度心電図の部位は胸部誘導、主誘導さえ分かっていれば覚える必要はありません。 V1 から V4 は心臓の前、前壁ですね。 V5、V6 は心臓を横から見ており、主誘導の1、AVL も同様に側壁を表します。2、3、AVF は下から上を見上げる誘導ですので、下壁ですね。
鏡面像は理論的に探してください。全壁の場合、鏡面は光壁になりますが、光壁にはセンサーが残念ながらありません。開壁誘導で代用して鏡面を探しましょう。開壁、側壁の鏡面は 3AVL を使いましょう。なぜなら主誘導を見てください。三誘導の反対は AVL ですね。例えば三誘導で ST が上昇している場合は AVR を境にきれいな鏡面が形成されます。これこそがまさに逆さ富士です。それでは駆け足で例題いってみましょう。この問題の答えは急性心筋梗塞です。V1 から4、全壁、左全下降白壁で ST が上昇しており、2、3壁で鏡面形成があります。急性心筋梗塞が最も疑われます。これはどうでしょうか？答えは急性心膜炎です。広範囲に ST が上昇しておりますが、鏡面像はありません。AVR で PR が上昇し、その他の全誘導で PR が低下しています。また、TP 部分の下降はおすすめのサインです。正常心電図と比較してみましょう。特に TP 部分の違いを確認しておいてください。さて、最後の例題です。答えは、タコツボ症候群です。全体的に ST が上昇していますが、鏡面像はありません。AVR で ST は低下しています。V1 で ST 変化がないことがおすすめのサインです。タコツボ症候群は全壁の急性心筋梗塞との鑑別が重要です。全壁の心筋梗塞は下壁に鏡面像が形成されており、V1 で ST が上昇していますね。一方、タコツボ症候群は V1 で ST 変化がなく、胸部誘導の ST 上昇が心筋梗塞と比較して下にずれる、この感覚です。余談ですが、タコツボ症候群は時間が経過するとさらに特徴的な所見が出てきます。QT 延長を伴う巨大陰性 T 波。ここでも V1 は変化がなく名残がありますね。覚えておいてください。さあ、ラスト1分、実践いってみましょう。と、その前に黙っておきますので単語帳を復習しましょう。実はこの単語帳、たった100パターンで心電図判読はできるようになってしまうんです。どうでしたか？それでは実践です。5秒考えた後に答えをどうぞ。答えは全壁で ST 上昇しており、下壁で鏡面ですので急性心筋梗塞です。TP 加工、分かりましたか？答えはそう、急性心膜炎です。浄土ストレスのストーリーがあり、V1 で ST 変化がありません。正解はタコツボ症候群です。さあ、ラストの問題です。逆さ富士、見つけられましたか？急性心筋梗塞です。ご視聴いただき誠にありがとうございました。鏡面を制する者は全てを制します。ただし、例外はあります。また、ST 上昇する疾患は他にもあるんです。愛媛大学では心電図クラブオンラインなどを行っております。興味のある方は医局稲葉まで気軽にご連絡ください。それではまたお会いしましょう。